はいどうも、タイバー TV の洋介です。コウダイです。今日もやってくれて Thank you for 肩幅ということで、今日の企画は6秒クッキングプリンバージョン、よいしょ。実際ね、今回料理人のコウダイ君を呼んできて主婦ね、主婦主婦のコウダイ君を呼んできて、あのプリンをね、一緒にね、6秒で作っちゃうじゃないかという企画でございます。はい、今回何の食材使うんですか？食材はもうプリン簡単だから、卵、はい、砂糖、牛乳、これだけ、はい。卵、砂糖、牛乳を入れる、ここに入れる、かき混ぜる、入れる、うん、まあ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 、必要な容器に移す、入れる、うんうん、終わり。はいはい、あ、なるほど。で、蒸す、蒸す、蒸して入れる、蒸し、じゃ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 、うん、あ、器ごと入れるのね、蒸すってのは。あ、器ごと入れるんですね。あ、まあ今回多分これかな、これで、うん、器ごと入れる、はい、で、まあ蒸せるまで待つ、うん、出す。あ、なるほど。え、これをこれ入れていいですか、そのまま。あ、いいよ、どの容器もいけるから。なるほど、じゃもうこれ使わないじゃないですか。あ、まず、ね、混ぜるのにこれ便利かなと思って、ボールとして。なるほど。じゃあこれ入れてもいいですか、これ最後。一応いいよ。あ、わかりました。しゃあ、でちょっと流れいきましょうかね。流れはだから、この本当にこの卵を、まあ待ってください、もうこっから始めていいですよね。そう、よーい、どんで、どんで、1、2、3、4、5、あ、めちゃくちゃ卵粒になっちゃうから、卵粒6、よし、いや6で完成したのに6で終わっちゃったのやあれ、ちょっとダメだ、6で出さなきゃ。はいはいはい、ということダメですね。卵でちょっと2秒かけすぎじゃない？あ、そうか、わかりました。1じゃない、なるほど。もう1、2、2がくらい、3、卵混ぜて混ぜてない。3、4、5、6ぐらいでいこうか。それぐらいかな。3秒蒸せるんで、うん、3秒もう蒸すって言うんですか、それ。わかんない蒸すって、だってこれで、え、できるでしょ、6秒できるでしょ。今いける気がします。蒸せるやんな。蒸せます、蒸せます。凌介なら蒸せるやん。僕蒸す担当です。コウダイあげる担当。コウダイあげる担当なんです。前回唐揚げあげてもらってるんで、スナミの。いきますか。ちょっと待ってください。うわ、はい、緊張するな、これ。新しいね。ちょっと待って。うわ、これ配置とか大事やな。そう、配置とかやりやすいように。ちょっと混ぜやすいように、じゃあここに置きますね。うん、いいっすよ。いくよ。よいしょ。あ、もう打っちゃってる。バリ持ってたよ。よーい、スタート。1、2、3。よいしょ。あー。終了。パニックすぎる。うわー、待って、何これ、どういう状況これ。もうこれは完成でーす。完成でーすちゃんと火は止めてあるんでね。これは俺が食べる部分はこれやね、これやね、これやね。これはこれちょっと言っていいですか、これ一応このどういう状況かというと、これ名前を付けるとすればプリン皿のせです。プリンってことは、皿の下がプリンってことで、ね、あ、皿の下がプリン。あ、そうそう、これはあれです。なんか、余韻に余韻。インテリアみたいな感じ。インテリア。ポケモノね。ポケモノです。プカプカ浮いて癒しみたいな。イタリアンのお店とか行ったらパセリあるじゃないですか。そうだね。ああいう感じです。乗っけてもね。食べても食べなくてもいいよね。そうそう、食べても食べなくてもいいです。で、すごい。見てこれ。これすごい。卵が割れんかった。それなんか卵で3秒ぐらい買ったよね、うん、卵で3秒ぐらい買って、うわ、あれ割れない割れない割れない割れたの、殻だらけやしなかパニック、うん、パニックになった。うわー、じゃあ実際いただいてみよう。いただきますか。どこをどういただくんですか、これ。まあ、だから食べれるとするのは一旦ここだよね。一旦ここ。あ、じゃあちょっとこれプリンなんですか、これ。殻すごい、殻すごい。いただきます。殻プリン。プリンの味。味はそこそこ。味はプリン。ミルクセーキって感じ。ああ、いただきますね。辛すごいな。おお、ほんまや。味はミルクセーキ。ミルクセーキ。まあ間違ったものは入れてないから。ミルクセーキ辛入りみたいな。まあ問題はこっちのあれね、本体の方でしょ。本体。こっちだってインテリアだもんね。なるほど。こっちの本体でしょ。本体はね、熱そうやけどね、これね。いけるかな。じゃそれで作って。これで作ってね。いただきます。これ、あ、ちょっとこんな感じになってます。こんな感じね。こんな感じになってます。ちょっと。なんか、杏仁豆腐みたいな色になってる。あ、でもまあまあまあ、でちょっとね、これお湯で薄めた感あるよな。
そうだよね、蒸すためにお湯が入ってたから、もうお湯お湯、なんかミルクステーキお湯割りみたいな。うん、ミルクステーキお湯割りだね。体に良さそうなんですよ、まあ、卵が入ってるからそれな、うん、お湯割り手びしょびしょわかりました、はい、そんな感じでございました。あ、なんかエコーで名前つけるとしたら、ついにこれ何だろう、ほんとミルクステーキお湯割りだと思うよ、うん、ミルクステーキお湯割りっていう感じですね、はい、はい、そんな感じでございました。感想どうすか。パニクリすぎ、パニクリった、これは散々シミュレーションで器ごとって言っと、器ごと言うてんのにバリ入れたバリ入れた、ジャーってやってんの見ちゃったな、うん、バリパニクった。これはあれですね、パリクルタイプには向いてない、うん、6秒の悪魔ね、6秒の悪魔。しかもあれなんですよ、ね、別に6秒で、ね、そういうことですよ、そういうことです6秒はこうなると、6秒はこうなります。ちゃんと時間かけて、うん、あのプリンの蒸す時間大体10分かな、10分、うん、10分ぐらい、10分ってもうじゃあ100分の1の時間で僕らやったんですかかな、うん、違くない、200分の1か、6秒、6秒とか3秒しか蒸してないから、うん、もうなんかもうよくわかんねえや、もうなんだ3秒蒸してたかどうかもわからん卵に3秒かかったこれ、確かに、うん、そう、大体プリン作るときは、まあ、大体これぐらいの食材分量で10分ぐらい蒸してください。今回はまあ6秒ってことで、カラメルはもう花から用意できませんでした。あ、なるほど、わかりました、ありがとうございます。じゃあ今からこれうちらは作って食べていきたいと思います食べますんで、食べますんでうちらはね普通に食べていきます。ちょっと殻だけ取ってね、あの必ず飲み切るので、飲み切るんで、こんな感じでございました。ということで今日も最後まで見てくれて Thank you for カタハバ、また次回の動画でお会いしましょう。バイ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 。